皆さん、おはようございます。クワガタメディアのアニアです。今日の動画なんですけど、なんと、スマトラ大平さん、幼虫取り出しやっていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、スマトラ平田は、まあ、僕はね、そのタランドゥスの次にね、力を入れてる種というわけで、今回幼虫取り出すのは、まあ、一応大型血統の子たちです。はい。で、まあ、メスがね、55ミリ出てて、ちょっと、いい大型血統だなっていうことで、今回ね、さあ、取り出すのがとても楽しみになってるんですけど、まあ皆さん、ざわついてると思うんですよ。いや、兄はお前タランドゥス以外ちゃんとできてんのかって。いや、お前幼虫取れてんのかよ、お前。みたいな疑問があると思うんですけど、皆さんちょっとこれを見てくださいよ。こんな感じで、もう幼虫が見えてるんですよね。側面にも、下にも。はい。数はちょっとわかんないんですけど、もうちょっと大きくなってます。もう何ヶ月もね、産卵セット放置してるので、今回ね、見といてください、皆さん。もう皆さんにね、まあ夢を見せていこうかなってね。アニアがスマトラヒラトの幼虫を取ることができたっていうね、夢をね、希望をね、みんなに見せていこうかなっていう。まあ、たかだかスマトラヒラトの幼虫なんですけど、まあ見せていこうかなと思います。それじゃあ皆さん、まあというか僕がね、ちょっと、いい加減ね、早く幼虫取り出ししたいんで、幼虫取り出していきたいと思います。それでは皆さん今日もよろしく、お願いします。はい、それではね、やっていきましょう。実は先ほど、ギラファノコギリのね、幼虫取り出しをしてて、その時よりもテンションがやばいです。はい。もう楽しみでしょうがない。で、この個体なんと、お父さん101ミリ、お母さん54ミリっていう結構大型なんですよね。で、7月の上旬に産卵セット組んで、今、10月の中旬なので、約3ヶ月放置してます。いや、放置しすぎじゃないかってちょっと思ったんですけど、まあ、やっていきましょう。そんなの気にせずで、やっていきましょう。もう、どうする？これ。もう木とかね、結構削れてて、とりあえず取り出すか。ひっくり返しましょう、とりあえず。木が、あー、すごい、あー、すごい。わー、見て、見て、みんな。すごい。わー、すごい。わー、すごい。もう、ちょっとひっくり返しただけでもう、でかい、スマトラの幼虫がいた。ちょっと待機してもらいましょう、ここに。第1号ですよ。わー、もう、こういう声になりますよ、スマトラヒラタ。こんだけでかければ。でかい。あ、待って。みんな見て。見える？これ卵巣なんじゃないの？これ卵巣なんじゃない？これ。どうしよう？これ、癌細胞とかあったら。すごい。あ、やっぱでもメスの方が、こいつが一番大きいから、やっぱメスの方がちょっと成長が早いのかな？多分これメスでしょ。これはちょっとすごいわ。久々の、ちょっと、僕も変な声出ちゃうよ、それは。どうしよう？まず、ちょっと3ヶ月これ放置しすぎたか。まあ、とりあえずちょっとまだ、産卵セットを、まだ半分残ってるんで、この木をね、分解していこうか。すげえ、見てよ、みんなこれ。うわ、えぐいってサイズが。ちょっと待って、一緒にしたらこいつら喧嘩しちゃうから、ある程度のソーシャルディスタンスを保ってもらおう。みんな見て、ほら、ソーシャルディスタンスだよ。まあ、そんなしょうもないこと言ってないでやっていきましょう。これ、みんな見て。俺を怒らせたやつは、こうなる。うわ、あ、え？なんかちっちゃいやついた。花山からが咲きたんで、なんかダイヤモンドを作るように、俺も一握りで、この産卵木を粉々にできる。あんまり俺を怒らせるなよ。こんな感じでボロボロにするぞ。あ、でもちっちゃいやつもいるんだね。わ、これすごい。いや、こいつらでかくなるでしょ。いや、これ105ミリとか頑張っていきたいな、俺。俺の腕で。まあ、大型血統だからね、この子たち。言うて。やっぱ成長スピード違うんだろうな。ワイルド F1 の方よりも、やっぱ全然違う気がする。わ、この木がボロボロなのもいいわ。楽だわ。もう一匹いるんじゃないの？この木に。芯までボロボロですよ、これ。今何匹？今見えてるので。4、5、6、7。8匹？まだいるでしょ、これ。8匹しかいないの？まあ、つっても、まだいるんですよ、絶対。まだこれ、半分も取り出したいんで。オッケー。じゃ、この今度大きい産卵。うわー、出てきた。うわ、出てきました、今。出てきた。ちょ、触ったら出てきた。この大きめの産卵木。うわ、いるでしょ、これ。いないはずがないもんだって。あ、もう、みんなわかる？これ。あ、感じれる？これ。わかんない？みんな画面越しじゃ。今ね、俺が触った瞬間に、この中に、なんか命を感じれた。ジョルノ・ジョバーナが、まあ、人を触って魂が何個あるか分かるみたいな感じで、今、この木に個体の生命の息を感じた。うわー、ふぅふぅふぅ、ここにちっちゃいやついた。で、ここにも大きいのいる。うわ、すげえ。うわー、すごい。うわ、クワガタの幼虫って感じする。ザ・クワガタの幼虫みたいな。やっぱ木の中にいるやつってやっぱクワガタの幼虫の感じするよね。うわー、すごい。これ、うわー、すごい。すごいわ、これは。このちっちゃい子は、あれなのかな？孵化すんのが遅かったんだろうね。成長遅い。これ多分一番ちっちゃい。今日の動画で。これ見てよ、みんな。うわ、すげえ。うわ、この子はなんかやっぱり、ちょっと他の個体と比べて、お尻の色が違うね。
やっぱり木を食って育ったのと、マットを食って育ったからなんだろうね。これね、全然色が違う。面白いね。で、今から禁止瓶に入れるんですけど、そっからどっちの方がでかくなるのかなっていう。あんま変わんないのかな。これで何匹だろう。もう数えなくていいやっていうぐらいいる。いやー、これ楽しいわ。これ結構昔のパラワンの幼虫取り出したみたいな感じで楽しいな、これ。うわー、これもう十分じゃないですか、スマトラ。いや、この子たちはちょっと、でかいから、うわ、いた！ほら、でかいから、でかいでかい。お母さんがね、結構立派なんで、期待しかしてない。もうこの子たちは俺が、ちゃんと責任持って育てよう。うわ、いた、ふぅ。あ、なんか、で、マットの中にいたやつの方がでかくね？そんな感じしません？そんな感じするね。マットの方がなんかでかいね。やっぱ木はダメなんかな。で、これまだ一部なんで、とりあえずこの子たち、禁止瓶に入れるか。みんな見て。今から、この、めちゃくちゃでかいね、こう入れるんですけど、この中入らないんじゃないですか。この穴を事前に開けてるんですけど、もう入らないですよ。でかすぎて。まあ、これ入らないだろ、これ。ちょっとやばいな。俺の想像を超えてきたな。これはマジでテンション上がる。こいつ絶対でかくなるでしょ。まあ、こいつ置いたいもん、なんか。あの、成長を動画で置いたいな、俺。どんどんやっていこう。これちゃんと、マットも入れてあげないと、暴れちゃう気がするな。いきなり環境変えられて、やっぱこの子たちもストレス感じると思うから、少しマットは入れてあげた方がいい気がする。はい。とりあえず、幼虫13匹取れてて、まだね、マットが残ってるんで、これ暴いていきましょう。13匹以上はもう確定出るってことですよね。いや、すごかったな、マジでさっき。あ、いた。ここにいた。なんか洋室みたいなのできてんな。これ全容になる感じだったんかな。ちょっとわかんないけど。そんな気がするな。まだこれ2例なんですよね。3例ではね、間違いなく。よし。みんな行くよ。オープン。わー。うわ。結構いる。一瞬で5、6匹見えた。1、2、3、4、5、6。もう量の手で収まんないっすよ。見て、みんな量の手で収まんない。6匹いるよ。ちょっと待って。あ、7匹目。あ、でかっ。こいつでかっ。こいつのメスだろ、お前。お前メスだろ。あ、違う、メスじゃない。オスだ、多分。この子多分オスだ。7匹。やっぱ。もうこれ以上、あ、いたいたいた。やっぱ小さいやつもいる。個体差っておもろいな、これ。21かな？あー、22。これで22だ。うわ、すごい。ふぅ、気持ちいい。これは楽しい時間になったぞ。まあ、こんぐらいか。あ、でもやっぱり、これは何ヶ月も放置した甲斐があったな。本当は2ヶ月ぐらいでいいと思うんだけど。とりあえずこんぐらいか？ちょ、また菌糸入れていこう。じゃあメスっぽいやつ探そう。こいつは？あ、こいつメスじゃない。動画だと見えちゃいんですけど、ちょっと白っぽいのが見えるんですよね。わかる？あ、ちょ、隠れちゃうな。ほら、今、ちょっと白いの見えた。あ、これ違うな。ごめんなさい。わかりません。どっちでもいいですよ。もう。てか、どうせスマトラヒラタの幼虫なんて、体重でわかると思うんで。もうどっちでもいいです。今更。もうそんなんね、いちいち考えてらんないですよ。まあ、最初はね、まあ、ブリード発したての時は、そういうので、なんかワクワクしてたんでしょうけど、今はもうね、何十匹っているんで、いちいちそういうの、気にしらんない感じがする。すごいな。なんか、一度のサラナセットで二度楽しめたな、今回。この一番でかいやつ入れよう。これもまだ二例だもんな。頭のでかさが全然まだ小さい。いやー、これほんと楽しみだな。なんかもう、これ見せられたらもう、禁止詰め？この時もうワクワクだもんな。3200にどうやって詰めたろうみたいな。これはいいですよ。とても楽しい時間を過ごさせていただいてます。結局なんか結構1400ボトル詰めたんですけど、もうほとんど今1400なくなっちゃってるな。全部詰めちゃったな。ギラファにも今使ってるし、今この子たちにも使ってるしで、ほとんどなくなっちゃったな。まだ他に産卵セットあるんで、禁止ブロックまた買わないとダメですね。これスマスラ年間何百匹ってやってる人はすごい本当に。もう終わっちゃうよ、みんな。幼虫だと目視できるので5匹しかいない。いやー、あ、ちなみにこの菌糸、F0 って言って、スマトラヒラタとかパラマンオンヒラタをでかくするんだったら、この菌糸使っとけみたいな、めっちゃいい菌糸があるんですけど、その菌糸使ってるんで、なおさら楽しみっすよね。今まではちょっと違うメーカーさんの菌糸使ってたんですけど、今回はもう、でかいのを狙うということで、F0 を使わせてもらってるので、これはもう楽しみでしかない。F0 最近変えたんですよね、運よく。だこの2300とか入れるときも、F0 入れたいな。もうちょっとで終わる。はい。とりあえず全部入れ終わったんですけど、まだいるかな？いない感じか？最後いるかなっていう。今23、4かな？取れたの。いない感じですね、これはもう。オッケーオッケー。あの子たちほとんど2例だったから、まだ頭でかくなるし、また禁止瓶交換楽しみだな。今まで僕、スマトラオヒラタの幼虫、一番重い個体で、61グラムの個体いたんですけど、あの子たちはもっとでかくなりそうな気がする。よし、オッケー。いないですね。オッケー、いなかった。よし。それじゃあ、大満足の結果。というわけで、エンディング行きましょう。はい。
というわけで、合計22匹幼虫取れました。まあ、この2つは、先ほどね、小さかった個体、800ボトルに入れて、あとは1400ボトルに入れました。先ほど言った F0 っていうね、超優秀な菌糸を使ったので、まあ、この子たちがね、どんぐらいでかくなるかっていうのを楽しみですね。うん。いやー、スマトラヒラタ。まあ、お母さんがね、54ミリででかくて、さらに、この結果はね、ちょっとこの子たちどうなるかって、ちょっと末恐ろしいですね。また僕が幼虫のでかい幼虫を見てね、恐怖するかもしれません。そしてちょっとね、テンション上がっちゃったので、今スマトラヒラタね、55ミリのメス今いるんですけど、これ実はまだ繋がってないんですけど、ペアリングさせようとして今放置してます。楽しみだな。まあ、お父さん101ミリ、お母さん55ミリですね。僕を育てた55ミリのメスがね、どうなってくれるか。またこの子もね、幼虫たくさん産んでほしいですね。よし、こんな感じで、どんどんスマトラヒラタをね、ルーレンも進めてって、まあ、とりあえず目標はね、まだ100ミリ羽化させないんで、とりあえず小さめの目標で100ミリ羽化させて、その後ね、105ミリとかね、106ミリ、107ミリってね、ちょっとずつ目標をね、上げていこうかなと思います。はい。というわけで、なかなか楽しい時間でした。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。